こんにちは、千の原市の松井です。今日はですね、2月24日になります。でここ昨日おとといとですね、気温がぐーんと下がって、まあその前はとても暖かい、まあ、4月5月の陽気だったんですけれども、2日間ですね雨続きで、ちょっとですね内張りカーテンも開けられなくて、まあ、あの栽培ハウスの方は非常に心配していました。で今日よ、まあ、晴れたり曇りなんですけれども、光がですね入って、蜂たちもですね受粉作業をやってくれてて一安心してます。今日はこの時期に皆さんに知っておきたい、まあ知っておきたいって伝えておきたいこと、この時期にしかお伝えできないことをご案内したいと思います。それではですね、まあ一つ目から言ってみます。はい、それでは一つ目お伝えしたいことということでですね、とですね、今回あの、まあ、2月花芽付きの苗木を私たちからご購入いただいたお客様もたくさんいるんですけれども、で1年目の苗木というものは花芽はつきますけれども、前々からお伝えしているようにですね、花がまあ咲いて受粉して実がつくという可能性は非常に低いとお伝えしますよね。でその中でもですね、今回見ていただきたいのは目の前に写ってる、これはですね3年目の鉢植えの木なんですけれども、まあ見ていただければ分かるように花はもうほとんど咲き終わってて、でですね、まだ少し、まあ、雄花が咲いてる状況です。でよく見てみるとほとんどですね雌花がないんですね。まあ花が枯れてしまうと、もう花房の軸だけが残るっていう寂しい状態になってしまって、でやはりですね苗木の、まあ、年齢が若いとその受粉する準備ができていないのか、こういった雄花だけがたくさん咲いて雌花がないということが多いです。ですからあの時々質問されるんですけれども、なかなか花は咲くんだけど受粉がしないというのは、まだまだ木が若いというのが大きな理由じゃないかと私は考えています。でここに置いてあるのは私たちが通常販売している1年目の苗木で、今年花房を持った木なんですけれども、やはりもう花が咲き終わってて、でどちらかというと花房の軸しか残ってない状態になってます。そして先端、まあ花房の先端一部にですね、まあ、雌花が残っている、まあ受粉したのか、まだしてないのかな、まだ若い色してますので、もう少し咲くような状態になってます。でこのように若い木ですと雄花ばっかり咲いてしまって雌花がつかないっていうことは普通にあります。パイプハウスの方に来てみました。こっちのハウスには3年目のですね苗木が置いてあって、今背丈がですね160センチぐらいの状態です。今ハエで受粉しているので、でカーテンをですね内張りカーテン上開けてないんですけれども、ちょっと見ていただけたらと思います。今日2つ目にですねご紹介するのは、そのコメントもいただいたんですけれども、鉢のサイズによって木がどれくらいになるかっていうことをちょっとお伝えしたいと思ってます。今あの目の前にあるのが花がたくさん咲いてるんですけれども、この木がですね鉢を見てみると直径がまあ30センチぐらいで、高さもですね
30センチほどのですね、不織布の鉢を使っています。これぐらいの鉢サイズで3年目になると、まあ160センチにはもうなってますね。これもし剪定してなければもっと木は大きくなるはずです。ライチの木もマンゴーと同じくですね、放っておくと大木になってしまうので、まあ栽培する場所がですね、お庭制限されてる、スペースが制限されてる場合とかですね、バルコニーなりで栽培する場合は欲張って鉢を大きくせずに、まあ少しずつ小さい鉢からですね大きくしていけばいいと思います。で、鉢の大きさで根っこが制限されると、上の木の大きさもそれによって変わって制限されますので、そこまで一気にですね木が大きくならないんじゃないかなと思ってます。このパイプハウスにある鉢はもうですね、鉢待ちをしない予定になってます。これ以上大きくなってしまうと、カーテンが閉められなくなっちゃうので、うちの方では30センチ×30センチのですね不織布の鉢を使っています。ちょうど今受粉の初期の段階でですね、さっき写した3年目の木とは違って雌花がびっしりついています。収穫がですね期待できそうですね。はい、また大きなハウスの方に戻ってきました。で、皆さんにお伝えしたい3つ目のことは品種による花の違いです。今目の前に写っているのは玉花蓬莱地になるんですけれども、玉花蓬莱地はですね、花がもうこんもりついてですね、ちょっと遠くから見ると黄色がかった、まあ、花房の軸が緑 で花がですね黄色がかったような、まあ、集合体に見えるんですけれども、逆にお隣の黒葉莱地は黒葉莱地はですね、皆さん一般的にホテルのビュッフェなどで知られている馴染みのある莱地なんですけれども、で玉花蓬との違いは色がですね淡くて、どちらかというと明るい雰囲気で、花房につく花の数もですね、玉花蓬莱地に比べると少ない気がします。ですから花と、まあ、一つ一つの花の間隔が広いで、対して玉花蓬はですね非常に混み合ってるっていうのが特徴です。まあなんというか満員電車のような、ね、たくさん花がついてて、でこれが全部実になるかというとそうじゃないんですけれども、まあ、どちらかというとたくさん花がつくのが玉花蓬莱地 で色が淡くて、まあ、鮮やかで、花の間隔が空いてるのが黒葉莱地になります。それでは違う品種も見てみましょう。次にご紹介するのは私たちが竹羽黒莱地と呼んでいる品種になります。竹羽黒ライチは甘さと酸味が絶妙なバランスで、収穫量は、まあ、木の本数がそれほどないので収穫量自体も少ないんですけれども、非常に珍しい、多分国内ではもしかしたら私たちしか販売していないライチになります。で、花の様子はですね、先ほど紹介した黒葉、まあ、色が淡いで花の間隔が空いている黒葉ライチと
花がですね詰まっていて、まあ、どちらかというと黄色がかってる玉花蓬莱地のちょうど間のような状態になってます。最後にご紹介するのは種なしの品種です。いわゆるシードレスと呼ばれているものです。で、この花はですね、特徴としてはその一つ一つの花つぼみも小さいですし、花房もですねそれほど混み合っていないというか大きくならない。でもしかしたらこの木に関してはまだ木自体の大きさがそれほど大きくないのでこういう状態かもしれないんですけれども、まあどちらかというと色鮮やかで黒曜に似ているかなと思います。種なしのライチは私たちホームページではですねまだ販売しないんですけれども、もしかしたら今年開く直売所の方で買うことができるかもしれません。はい、いかがだったでしょうか。今日はこの時期にしかご紹介できない3つの事柄を説明させていただきました。1つ目が、まあ、若い苗木だと雄花しかつかないことがあるよということで、2つ目が鉢のサイズによる木の大きさ、まあ、あんまり欲張って例えばですねあのバルコニーで作るのに大きな鉢に植えてしまって木のサイズも大きくなってしまうということに気をつけましょうということ。最後が3つ目ですね、品種による花の違いをご紹介しました。当然ですねあのライチにはいろんな品種があって、違う品種はないのかということも言われるかもしれないんですけれども、私たちは今日ご紹介したような品種を今栽培してますので、まあ中にはですねジャパカットとかですねクイメイとかを育ててる方と思うんですけれども、逆にジャパカットはこういう花ですよとかですね、そういったことも教えていただければと思います。まあとにかくですね今日は雨が2日間続いて、で1日今日だけ日が差すということで急遽撮ったんですけれども、よく蜂もですね晴れの日は動いてくれててとですね、ちょっと受粉について一安心している状況です。それでは動画をご視聴していただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。